こちら、ゴディバの、ハーゼルト&ミルクチョコレートだと思います。ハーゼルトで合ってるの？これ、まあ、ゴディバとハーゼルトさん、メルカリの、ちょっと期限切れ間違いのポイントがあったので、それを消化しようと思って買ったんですけど、ゴディバからこんなチョコレートも出てるんですね。まあ、店舗では売られてないのかもしれませんが、ゴディバのチョコレート。コラボ商品は何度か食べたことあるんですけど、直接食べるのは初めてなので、どんな味なのか楽しみです。それでは、いただきまーす。の前に、わわ、結構甘そうなミルクの香りがしてきました。で、ゴディバのお味を食べるのは初めてなんだけど、一体どんな仕上がりになってるのかなー。わしわし。楽しみだけど、ってかもうバクバク食べてるんですけどね。ところどころでコリッという音も聞こえてきて心地いいです。でしょ。どう？どう？王宮チョコと言われたらそこまでガンガン来るような感じではないですけど、それだけ優しさがあるとも言いますね。まあ本当にゴディバのチョコなのって思う部分もちょっとあったりしますけど。ごちそうさまでした。そうですね、過去にゴディバコラボで食べてきた商品は結構こう、苦味が強いものも多かったんですが、このチョコレートはかなり甘めですね。だからで、どぎつい甘さではなく、まろやかで、心安が優しい甘さになってました。で、中に、ところどころでカリッカリって音が聞こえてね、ナッツか何か入ってるのかな？そんなにギュギュッとぎっしり入ってるわけではないのですが、ところどころで、コリッコリという心地よい音で変化をつけてくれて美味しかったです。またゴディバのチョコ食べてみたいですね。というわけで今日食べたゴディバのチョコレートは、4点とさせていただきます。それでは、ツバメ舞う恋に落ちても無傷ない、いや何が無傷なんでしょう、失恋した時に。というわけで本日はゴディバのミルクチョコレートらしきものを食べてみた動画でしたが、あなたは気になってくれました？もし手に取って食べてみたいと思ってくださったら、そしてチャンネル登録やコメント高評価をしてくださったら本当に嬉しいです。では演武終演。